観音寺は、高知県須崎市に所在する寺院である。三号は、無量山。宗派は、新温宗地山派。本尊は、聖観世音菩薩。四国八十八箇所番外霊場、新四国万太羅霊場第五十七番札所である。五栄家、札楽や岸に寄せくる、白波の海藻がへすも近いたの万。寺伝によれば、聖徳太子が四天王寺を建造するために、 くだらより、物資や交渉を招聘した。微脱天皇15年、その基とで須崎沖で台風に遭い、須崎湾に漂着した。一同が観音像を刻み、この地に寺院を建立し海上交通の安全を祈願したことが、当時の始まりと伝えられている。天武天皇13年10月14日に、当地で大地震が起こり、須崎湾が大陥没した。この地震により、 観音像は、道家などに流されたとされる。その後、平安時代中期の縁起三年宮の中土遺産へ移され、戦国時代の元気三年に竹の花、大正十五年に現在地へと移転した。平安時代前期の公認十年頃、工房大師がこの地をに巡釈した。少年が栗を持っていたので一つ所謀したところ、持っていた栗をすべて差し出した。大師は少年を褒め、 その栗の木を記念した。すると一年に三度実をつけるようになったという三度栗の伝説が残っている。ありがとうございます。